おはようございます。コアクでーす。どうも、お久しぶりでーす。お久しぶりでもないか。改めまして、どうも、クワクでーす。いやー、今日は晴れて、そこまで寒くないですかね。はい、ということで、今からちょっとね、今日はカフェに行きたいなと思っておりまして、で、なんでカフェなんだっていうところが、理由はですね、まあ、Facebook でですね、BMW のね、コミュニティ、グループに入ってるんですけど、そこでね、つい先日といっても、去年の12月かな、から11月、まあ、どっちか忘れちゃったんですけど、そのどっちかに、とあるカフェが投稿してました。で、その内容が、まあ、私と同じ、その BMW のね、R100GS のパリ高のお客さんが、まあ、うちのカフェに来ましたという投稿で、で、その、まあ、車両ですね。RDS のパリ高がですね、カスカベナンバーだったんですよ。私と同じ。なので、あれ、ここのカフェどこかなと思って見ていたら、すごい近いところで、なんか、三郷インターチェンジのすぐ、なんですかね、入り口のところに、前々から気になっているショップさんがありまして、なんだろうと思ってたんですよね。で、それこがですね、そこが実はカフェだったというところで、で、オーナーさんも BM 乗りだっていうところなので、ちょっと今日そこに行ってみようかなと思って、今出発したところでした。まあ、三郷インターチェンジの近くなので、入り口かな？なので、私の自宅からは車で、まあ、こうやって信号に捕まりながらも、10分、15分で行けちゃう距離なので、全然ツーリングって感じはしないんですけど、ちょっとお出かけレベルで、はい、そこに行ってみたいと思います。はい、じゃあそれではレッツゴー。わー、気持ちいい。ちょっと雑談ですけど、タブのオーバーホールキット買いました。今ね、回転数が2000回転ぐらい。これはね、ちょっと暴走し始めるので、ちょっとオーバーホールしようかなと思って、勝手にアイドリングが上がってっちゃう事象が、ちょっとね、エンジンが温まってくると発生するので、そこを解決するべく、まあ、買ってから、まあ、何もしてないので、で、買った時も現状私だったので、ちょっとオーバーホール、勉強がてらしてみようかなと思っていますと。はい。またその動画もね、上げれたらと思うので、もう素人レベルですけど、ちょっと勉強してみようかなと思ってます。はい、もう少しで着きますね。お、すでにお客さんがいらっしゃいますね。あれですね、あれ。あそこのお店ですね。ちょっとあそこに止めて写真撮って行こうかな。はい、到着。
一人でやられてるんで、やっぱりスピードやっぱりあれですよね。そうですよね。スライスも知らないからただ、クイックだったら、あらかじめ、例えば電話したりすると、ブッドをバトルすると。ただ、機械とかになると、ただいま、戻ってまいりました。感想としては、いやすげえいいお店でしたね。店主の方もすごい気さくな方ですし、お客さんと来ていた方もね、すごいいい人ばかりで、めちゃくちゃいい話を聞けましたね。で、お客さんの中に私の、このバイク GS のちょっとね、タンクが大きい、パリダカール仕様のですね、バイクに乗られてる方がいらっしゃいまして、今その方とね、ちょっと情報交換だったりね、いろいろ、情報交換っていうのわけじゃないんですけど、いろいろ教えてもらって、いやー、勉強になりましたよ。いやー、コーヒーも美味しかったしね、ちょっとぶっかけっていうなんか、名物の料理があるっぽいんですけど、いやー、あれもうまそうだったね。次回行くときはちょっとコーヒーだけじゃなくて、ランチもね、食事の方も一緒に頼みたいかなって思いました。いや、うまそうだったな。腹減った。いやー、ぜひね、皆さんもね、すげえ居心地がいいんで、行ってみてくださいよ。いやー、ほんとよかったよ。はい、ということで、本日の動画はこれで終わりたいと思います。私もちょくちょくね、あのカフェに行きたいと思っておりますので、もし私のことを見かけたら、声かけてください。いやー、腹減った。マジもそうだったな。ぶっかけだか、ぶっかけだか。いやー、あれ食いたい。食えばよかったな。ちょっと後悔だな。